これサンダーアウトレットパーク、アウトレットモールに行きます。今年30万使う日だよ。ディーゼルに入ります。さっきディーゼルに入ったんですけど、めっちゃ欲しかったバッグが2万円くらい安かったので、後で買いに行きます。一旦停雑。ナイスショット。今日天気がめっちゃいいです。超映えてる。なんかハワイじゃないとか言ってます、あの人。今日は社員旅行でハワイに来ております。すごい寒い。なんか思ってたよりさあったかい。てか安い。みんな思ってたこと違う。寒いとか暑いとか安いとか。ロリーズファームだ。いいって覚えてる。ラフォールでさ、ちょっと店頭にいた時にさ、お客さんにさ、ロリーズファームのライターケースありますかって言われたの。ローゼンクローチじゃなくて、なくてロリーズファームって言われた。えってなったよね。自分その後すぐにさ、休憩行ったんだけどさ、エレベーターの中でずっとじわってたの。フラックスな、もともと。なんかあのサンダル可愛くない、モコモコのサンダル。可愛いんだけどこれ。マジでかい。マジでかい。今日は何にする？今日はもう爆買いモード入っちゃった。初っ端のディーゼルで火がついちゃって。2万円ぐらい安くなってるプラス 2×10% は熱い。ちょっとさ提案してみようかな、なんか 3×20% とかいけますかみたいな。すごい僕おでこ真っ開けてる。開いていくよ。道開けなって。そう、開国開国。なんかこのアウトレットは屋外はマスクしなくてよくて、中入るときはマスクしろって言うんだけど、結構ねめんどくさいんですよね。え、ここってプラダあるんですか？あるで。熱い。なんかミュミュプラダの。ああね。でかいと思う。え、なんかでも御殿場、あ、でも御殿場に比べたらあかんか。御殿場よりちょっと狭いぐらいかなと思った。うん、なんかそんなにめっちゃ。御殿場より、なんか品揃え良かったかな。わかるかも。なんか店めっちゃぎっしりかも。うん。うん、僕ら今平日に来てるんですけど、水曜日。木曜日や。どっちもいいわ。ロイブ入りたいです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、よいしょ。行ってきます。あ、プラダあった、目の前に。じゃあロイブ行ってからプラダ行きましょう。楽しいね。ハマっちゃいそう、ね、癖になっちゃう。抜け出せなくなっちゃう。緊張しようずっと行きたいバレンシアガを探してるんですけど、なかなか見つかんない。ちょっとマップ見ていい？メインバレンシアガ。ここだ。チグム？ヨギン。あ、あっちだ。オケコ。嘘。バボリーないの？ない。やばくない？そんな打ち出してるぐらい。案内でいただいてもらいたい。レンシアガ見つけた。今行った。見つけた。だからさ、セリーヌで会った出来事話していいの？いいですよ。YouTube でやった。レンシアガ到着しました。うん、セリーヌの話した方がいい。セリーヌの話した方がいい。もらっていいですか？なんかセリーヌで、なんかサングラスが欲しくて、サングラスこれだけですかみたいな、なんかで裏にありますかって聞いたんだけど、うん、そしたらなんかそのこれだけですって言われた後に、なんか初め綺麗な女性が入ってきたと思ったら男性だったんですねみたいなの言ってきて、え、それ言う必要ある？と思って。普通に
で、セリーヌはに関しては、まあ、スタッフさんももちろんなんか意味わかんないんだけど、なんかバングルを以前買ったんですけど、5万6千ぐらいの値段覚えててください。あのそれでなんかつけて2日目で折れちゃって、えっみたいな。でアフターフォローあるのかなと思ったら、アフターフォローもなくて無理ですみたいに言われて、えマジでもうついてないんだけどこのブランドって思って、もだから次から入るのやめます。以上です。ブルージーの方からの以降お見知りおきを。もっといろんなところあるのかなと思って、なんか大阪って分かんない。3つ、東京3つ、北海道、福岡、香川。なぜこちらか。かき揚げ天丼って東京なの？かき揚げ天丼、東京って書いてる。これ最後の方食べれるかな、箸で。思った。ね。うん。あ、タバコ吸えたら最高だな。でもさ、今もう2対2になってさ、前より吸ってないじゃん。確かに。そうだよ、うん、確かに我慢してるよ。どんどんこうやって、うん、非喫煙者に持っていく。大丈夫、戻すからいつか戻りそう。いや、ギラさんは戻りそう、うん、いやいや、やめて。戻ることが悪いことじゃないよ、うん、いや、別に戻ってもいいと思うんだけど、うん、今は戻らない、うん、温めといてあんたの席開けとくまたいちいちタバコ吸いに行く日々が戻ってくるかな、うん、本当にきっぱりやめれたんだよね。え、ギロさん太りました、うん、じゃあいい。だって僕も1ヶ月あれやった時に太ったもん、うん、なんか逆にストレス、うん、うん、そう、多分ストレスで太ってるっていう場合もあるから、うん、なんか口が寂しくなって食べちゃうじゃない、うん、多分ストレスで食べちゃってる。食べる量が増えてる、知らぬ間に。増えてないかも、私。じゃあ、なんなら痩せたかも。え、うん、すごっ、うん、やっぱりさ、自分60、70まで生きる気がないからさ、うん、今のうち好きなことしとこうと思ってる。うん、大変だよ。それがいいと思うわ。でもなんか知らんかったからさ、やめたことを、うんうん、やめたって言われてずっと無理ってなったいやー、いやー厳しい、無理、え、無理かもと思って厳しい、拒絶そう、おのおの買い物をして合流しました。いっぱい買い物してきましたバレンシアガリーベル、友達たちがお送り、またバレンシアガリーベルなどたくさん買い物しました。そんな、もうあと9分しかないんだから5時半だと思ってたんですけど、5時半の消えてます。僕ここにあったの。ありがとう。え、今日平日だよね。うん。次6時5分です。いい。で、実は僕が買おうか迷っていた靴があります。バレンシアガの。ゴーゴー。11月の11日から13日の3日間で東京ラフォーレ原宿4階でバーマイドザ XL でポップアップをしてます。よかったら来てください。そしてあちらの女性はそのポップアップのポップアップをやる店舗の店長ですダイナえ何してないんだけど、ごめんね、ごめんね。ゆうちゃん、お疲れ様です。なんて言ったらいいのかな、デパ地下デパ地下でいっぱい買ってきたよね。餃子、あと1キロの卵焼き1キロの卵焼きしかもさ、びっくりした、切れてたマジ、うん、しかも1キロの卵焼きってめっちゃホットワードじゃね、うん、え、だってほんと重すぎて筋トレで筋トレ。これはチーズ餃子でしょ、あとチキンでしょ、え、チキンでしょ、でポテトでしょ、キュウリ、なんか緑もあっていいよ。ちゃんと野菜取ってる、うん、これだけ行くぞー
いつものグリになる。はーい。え、もう回ってる？できる。いや、違う違う違う。こっちか、じゃあ次顔振り。横にパサ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 めっちゃカメラ目線。わさ見るとキロリン思い出すようになっちゃった。やめなさい。やばい。 K-POP のさ、ファンカメってこう動くためにこうガンガンってなるやん。あれ、エスパーやろか。ギミギミな、ギミギミな。コニバに決まった。ホラー系に乗りたいな。すごい人多い。すごい。え、やって。呪術廻戦。呪術廻戦あるよ。乗りたい。何分待ちなの？10分だからなんだけど。え、違くない？何分？写真撮りたい僕。僕はこれ写真撮りたい。すごくないこの狼。私呪術かぶりたい。え、わかんの？え、呪術できる。これ結構好き。待って、キルさん、あれは待って待って待って、いいんだけど。なれんじゃんね。ランタブだって。ちょっと気にならん。ラムネ、ラムネ、タブレット。かわいい。顔かわいい。なんだろうな。あと、あとで買うわ。帰り買うわ。ホラー系、ホラー系や。怖そう。やるやろうや、一回やろうか、一回。頑張れ頑張れ頑張れ。シャーパー。何やってるの？当てたらいいのこれ。どうぞ来てください。ねえ、見ないでよ。見ないで。いいね、青い。映ろうよ、映ろうよ。領域展開してるよ。領域展開してる。領域展開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 。かわいいサングラス。あ、僕これ食べる。ストロベリーチュリトスと、あのソフトドリンクを、コーラで。
あ、ないです。9感じでパンプキンです。めっちゃいいじゃん。すごい、うん、なんか初めて来た。すごい、夜ピーチ、え、ピーチいるじゃん。ねえ、ね、ピーチいるよ。ね、ピーチいるよ。ピーチいる。かわいい、マジでかわいい、ママもかわいい。え、ゆっくり、めっちゃヨッシーいる。いる？あ、本当だ。マリオいた。今立ってたんだけど。ここもキノコ動いてるし。かわいい、あ、かわいい、かわいい、写真撮った。あー、ピヨピヨ、お名前の人です。え、かわいい、かわいい、かわいい、ポーズ決めて、顔写真撮った、かわいい。え、なんか動き方ロボットすぎ。あ、のんきょう。この子たちもタバコ吸うの。読み方間違えた。恥ずかしい、恥ずかしい、わかんの、菅官房長官。無理やりじゃん、なんでないじゃん、そんな入れないといけない。わかんの、菅官房長官。あ、入れないといけない。ヒロさん、アンプレ撮ってんの。ほんとやな。怖いな、怖いな、怖いな。
いただきまーす。ごめん、ちょっとブレたからもう一回やって。飲んじゃった。天井雪だな、ちょっと待って、スタイルスタンドに見合ってきた。どこ？お、中間ちゃん。はい、ベビーモトで。無敵ですね。無敵ですね。もう目決まってるの。無敵ですね。怖い。怖い。ちょっと待って。トラウマすぎる。ただいま、OB だよ。ただいま、OB だよ。 OB 現役生、イビル OB。 スネープ先生さ、めっちゃ厳しくなかった、うちらの時だよね。あいつさ、だって保証がよくかったんだけど。その時から、なんかすごい指摘受けて、そう、優しくなったらしいよ。え、わかる。ほら、見てよ、絶叫嫌いなグリちゃんが先陣切ってんの。ハグリッド。でも一人で来てるみたいな。こっちがなんか連れられたみたいな。なんか髪色と相まってなんか耳から流れ星みたいになってるよ。いいね、バンドしてる。あ、踊ってんじゃん。何？見よ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 見たい。うわ、キモ見て、あれキモいよ、あの虫。キモ。